千葉県九十九里浜で実施された第52軍による訓練の様子国民義勇隊は太平洋戦争末期の1945年3月に防空及び空襲被害の復旧などに全国民を動員するために作られた組織。第二次世界大戦における日本の強度防衛隊組織であり、主に本土決戦に備えるものであった。 1945年3月23日、国民義勇隊組織に関する件として、閣議決定され、創設された。同年6月には、大政翼3会、第2本翼3総年団、第2本婦人会などを吸収、統合した。国民義勇隊は地域、または職場ごとに編成され、前者は町内会、ブ落ック会を単位招待とする、市町村国民義勇隊、 校舎は、観光所、工場、会社などを単位招待とする、職域国民義勇隊とされた。さらにその上に前期二つの義勇隊を包括した、連合国民義勇隊が作られていた。対象年齢は、国民学校初等化終了から男性65歳以下、女性45歳以下とされたほか、それ以外のものも志願することができた。本土決戦に向けた国民の組織化、 民間防衛が目的で、消火活動や食料増産、疎開作業などの工事のほか、軍需品の輸送や人地構築などの補助的な軍事活動にあたるものとされた。実際には空襲後の戦災処理などに動員されることが多かった。なお、当面は戦闘任務に参加することまでを想定したものではなく、情勢がより緊迫化した場合に特別の措置を講じた上で、 戦闘部隊とするものとされていた。ただし、戦闘部隊へと改変した後も、原則として、直接戦闘以外の補助的な配置につくことが予定されていた。戦闘部隊への改変措置は、同年6月23日交付の義勇兵役法により法整備がされ、これに基づき、後日の国民義勇戦闘隊が編成された。玉音放送の1週間後、 同年8月21日に閣議で廃止が決定され、日本の幸福文書が調印された同年9月2日に解散した。国民義勇戦闘隊は1945年6月22日に交付施行された義勇兵役法に基づく民兵組織である。国民義勇隊と一応は異なる組織であるが、国民義勇隊を基礎として編成されたため、 組織の多くが流用され共通している。国民義勇隊から義勇戦闘隊への移行は、各軍管区のの司令官が陸海軍大臣の許可を得て命令することで行われる。原則的に従来の市町村国民義勇隊、職域国民義勇隊が基本単位となり、招待は戦隊と呼び換えるなどとされたが、実際の編成、運用は各市町村などに委ねられた。 義勇兵役の対象は原則として男性は15歳から60歳まで、女性は17歳から40歳までとなっており、必要に応じて義勇招集して国民義勇戦闘隊員とすることができたほか、年齢制限外のものも志願することが認められていた。義勇兵役法には、陳派高校の南極に再開し終了、なる新民がさ勇提止行動、 防衛して国威を発揚せむとするお菓子と、異例とも言える上悟ルが付けられており、1億玉砕が単なるスローガンではなかったことを伺わせる。義勇戦闘隊は2800万人が本土決戦に動員される予定だった。ここで注目すべきは、国会の定める法律によって、15歳の少年を招集して少年兵として戦闘に動員できることとされ、さらには、 女子も兵役に服し、戦闘隊に編入できるとされたことである。義勇兵と名付けられてはいるものの義勇兵役は、通常の兵役と同じく、親民の義務であり、義勇召集を不当に免れた者には2年以下の懲役が課せられた。また、対戦闘員には、帝国軍人の身分が与えられ、対戦闘員の犯罪行為は、軍法会議で裁かれ、陸軍刑法。 海軍警報などの軍法が適用、または巡用された。こうした点から国民義勇大戦闘は義勇兵には当てはまらい。武器などの装備品は基本的に隊員各自が用意することになっていた。村田銃などの旧式銃すらなく、弓や刀剣、銃剣付き訓練用木銃のほか鎌などの農具や刺し股、筑棒のような取り物道具、 陸軍が発行したマニュアルに基づいて自作した竹槍など劣悪なものだった。服装は正規軍人や民間人と区別できて身軽なものでありさえすればよいとされ、戦時国際法上の戦闘員資格を確保するため、隊員は布製機章を身につけ、指揮を取る職員は腕章により、標識するものとされた。1945年6月26日、 国民義勇戦闘隊統率令が公示された。義勇戦闘隊には戦闘という言葉が含まれるが、その主任務は生産や輸送、追記防空、復旧、救護などの広報支援であった。本土決戦中も軍事物資や食料の生産は継続する必要があることから、基本的に戦闘隊員は職場での勤務を通して防衛に貢献する。戦闘隊員は 身分上軍人であり、陸軍の指揮下に入ってはいるが、現場での指揮、運用を行うのは、軍人ではなく、従来の職場における指導者であり、自由戦闘隊設立の主目的は全国民を兵士にすることではなく、国内が戦場となった際に、国民の秩序を維持して、広報支援の統制強化することにあった。しかし、本土決戦が進み広報支援が意味を失うほどの、 破滅的な戦況となれば、義勇戦闘隊も、直接的な戦闘に参加したであろうことは、想像に難くない。実際に、義勇戦闘隊の編成が行われたのは、事故に述べる一部地域の例外を除けば、鉄道義勇戦闘隊7月23日発令、同年8月1日編成完結と、船舶義勇戦闘隊、船舶救難戦闘隊の3つのみであった。これは、 広報支援の統制強化という目的上、軍事行動に深く関わる職域では、義勇戦闘隊の編成がいち早く行われたためで、ある。実際に、本土決戦が正規する前に終戦を迎えたため、義勇戦闘隊が実際に編成、動員されることは、ほとんどなく、実戦を経験することもなかった。また、鉄血勤労隊などの少年兵が、 防衛召集された沖縄戦は義勇兵役法の施行の日に組織的戦闘を終えている。例外的にカラフトでは広く国民義勇戦闘隊が編成され、1945年8月9日のソ連隊日産戦により進行してきたソ連軍を迎撃するため、正規の陸海軍部隊と共に同18日に発された停戦命令を受け取るまで実戦に参加している。 カラフトでは、同年8月1日に、カラフト鉄道連合義勇戦闘隊が編成されたのを最初に、同年8月13日には、全地区に対し義勇召集と義勇戦闘隊の編成が発令されており、第88師団の指揮下に編入されて、警戒や陣地構築、避難誘導などを行った。メグミシュトリ市長では直接の戦闘任務にも参加し、 劣悪な装備状況にもかかわらず前線している。ありがとうございます。